ニューサウスウェルスゴルフクラブ駐車場から見たですね、風景、まあミッションインポッシブル2を見た方ならその場所かなと思われると思うんですけど、その場所です。前回来た時ね、ここだっての気づきませんでしたけど、ここですね。ちなみにニューサウスウェルスゴルフクラブのクラブハウス駐車場がありまして、こんな感じですね。で、目の前というかその駐車場から見ると、あのミッションインポッシブル2のハイライトシーンというか、まあ敵役のアジトですね、薬と銀行振り込みで取引をしていて、トム・クルーズが乗り込んでいった場所で、ロケットランチャーで爆破してた橋です。